木信之の熱語録。この番組はタレントエージェンシーベルーフと、すべての日本人をグローバル人材に変える株式会社エストレリータの提供でお送りします。皆さんこんばんは。今日は成人式、新成人の皆さん、そして保護者の皆様、本当におめでとうございます。この祝日の月曜日、いかがお過ごしでしょうか。やる気満々マンデーを過ごしている方もいれば、マンネリマンデー、ブルーマンデーだという方もいらっしゃるかもしれませんね。そんな月曜日の夜を熱くする15分、熱語録、鈴木信之です。鈴木信之の熱語録。今年2回目の熱語録ですが、早速今日の熱語録の一つ目をお届けします。誰かの本物の優しさはあなたをきっと強くする。誰かの偽物の優しさはあなたを徐々に弱くする。強さに裏付けされていない優しさなんて、あなたの弱さにつけ込む単なる同情、あなたが一人で立てなくなる危険な麻薬。本物の優しさは少し尖っていて少し痛い。そんな不細工で不器用な優しさを自分から遠ざけなければ、きっとあなたは再び強くなれる。優しさっていろんな形、いろんな顔してますよね。あったかいほっこりするような優しさもあれば、厳しいけど思いのこもった優しさもある。転ばぬ先の杖のように過保護な優しさもあれば、あなたの自立を信じて一見突き放したような、そんな優しさだってある。いろんな優しさがある中で、ただあなたの傷を舐めてあげるだけの優しさはあなたをダメにする、あなたが一人で立っていられなくする単なる麻薬でしかない。レイモンド・チャンドラーの探偵小説の中の名台詞に、強くなければ生きてはいけない、優しくなければ生きる資格がないっていうのがありますが、強さに裏付けされた優しさじゃなければ、相手が強くなるために必要な優しさでなければ、そんな優しさは相手が生きていられなくなる、生きられなくなる、相手が何かに依存しなければ生きていけなくなる、相手を弱くする、これ麻薬でしかありません。本当にあなたのことを思って投げかけられる本物の優しさって、少し尖っていて少し痛い。だからあなたは簡単に容易には受け入れられないかもしれません。でもあえてあなたが痛みを感じる、あえてあなたが不快を感じる、あえてあなたが受け入れがたい、そんなことを嫌われてしまうかもっていう、そんな覚悟で嫌な顔、ね、顔をされてしまうかもしれないっていう、そんな、ね、リスクを背負ってわざわざ言ってくれる、わざわざやってくれる、そんな人の本物の優しさを、これ遠ざけちゃダメですよね。あなたが強くなるために相手がしてくれる不細工で不器用な優しさを素直に受け止められる人でいたくないですか。そうすればまだまだあなたは成長できる。そうすればまだまだあなたは強い自分に戻れる。容易に答えを教えて自分で解く力をつけさせない、そんな偽物の優しさで喜ばないでください。意地悪に見えても、遠回りに見えても、あなたが自分で解く力、ね、解く力をちゃんとつけさせてくれる、そんな本物の優しさを見抜ける、感じられる、そんな自分でいたいですよね。あなたにきついことを言ってくれる人、その人はただの嫌な人なのか、それともあなたの自立のための本当の優しさを持った人なのか、それを間違えない目だけは持っていたいですよね。鈴木信之の熱語録。さて今日は曲紹介よりも先に2つ目の熱語録行かせてもらいます。ネガティブな状況なんて単なる抜き打ちテスト。君がやりたいことって、こんなネガティブな状況でもやりたいと思う本物ですかって問われてるだけ。
トラブルの発生なんて単なる困難克服ドラマの第1話。このトラブルをクリアしたら君は大きく成長しちゃいますけど、トライしてみますかって問われてるだけ。何かに挑戦するとき、その足を止める、簡単には手を出せないネガティブな状況が出てくることありますよね。そう簡単にはできそうにない、難しそうな顔をしてる、無理そうに見える、可能性が低そう、そんな状況で皆さんの前に立ちはだかってくるこのネガティブな状況ありますよね。その時にどうして私だけこんな辛い状況が襲いかかってくるの、どうして私だけこんな辛い思いしなきゃいけないのって思ってしまいませんか。なんでそんなネガティブな状況があなたの前に現れるか、なんでそんなネガティブな状況があなたの前だけに現れるか、その答えは簡単です。君がやりたいことってこのネガティブな状況でもやりたいと思う本物なんですかって神様が尋ねてくれてるんですよ。本当にやりたいことじゃなければ、そんな辛い思いしてまで、大変な思いしてまでネガティブな状況に立ち向かわなくてもいいじゃないですか。でもどうしてものことなら、どうしても手に入れたいことなら、どうしても諦められないことなら、どんなネガティブな、ね、状況でもそれを突き破って手に入れたいもの、手にできるまでやり続けますよね。その覚悟を試されているだけです。その思いの強さをテストされているんです。ネガティブな状況っていう抜き打ちテストでね。トラブルの発生も同じです。なんで俺にばっかりこんなトラブルが起こるんだよ、じゃなくて、このトラブルをうまくクリアしたら、うまく乗り越えたら、また大きく成長しちゃうんですけどって思ったらいいですよね。子供の頃に遊んだゲーム、まあ今でも遊んでるかもしれませんけど、テレビゲームとかスマホゲームとかありますね。だんだん敵強くなりますよね。その時にそれをやっつけると、それをクリアすると、主人公のあなたはね、また強くなりますよね。経験値が上がり、スキルが上がり、強くなりますよね。あれと同じです。トラブルの発生なんて、あなたを主人公にした困難克服ドラマの第1話、始まっちゃいましたって言ってるだけですよ。克服したら成長を約束されてますが、やりますか、トライしますかって問われているんです、神様ってやつにね。就職活動を控えた学生さんであれば、この困難克服体験こそ企業が一番聞きたいことです。困難に出会った時、トラブルに遭遇した時、ネガティブな状況に陥った時、それは全て神様に試されているタイミングです。それでもやるの、それでもやらないの、諦めんのって。それでも乗り越えたいトラブル、それでも乗り越えたいネガティブな状況、それを乗り越えるためのどうしてもに出会えたら幸せなことですよね。それではここで一曲、1986年長渕剛さんのナンバーで Stay Dream をお届けします。この曲の中で、もうこれ以上先へは進めない、例えば挫折が目の前に立ちはだかる、そんな夜は心で命の音を聞け、たかがこんな自分はと一度だけからかってみなよって歌詞があるんですけど、何度この歌詞に僕救われたか分かりません。もうダメだって思った時、生きてるって奇跡に比べれば自分の悩みなんてほんのちっぽけなことなんじゃないかって、一度だけつぶやいてごらん、きっとその命の奥の奥の奥の方からもう一度だけっていうエネルギーが湧き上がってくるはずです。こんな鈴木伸之の熱語録を毎週月曜日19時から15分間お届けします。聞いていただいているあなたの心に何か熱いものが届いていれば嬉しいです。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージや相談を募集しております。お悩み、質問、疑問、何でもお答えします。宛先は、メールでいただける方はですね、789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp
ファックスいただける方は0356705332、0356705332まで。おはがきでという方は郵便番号 124-8505、 124-8505、 郵便番号だけで届きます。メール、ファックス、おはがき問わずですね、すべて熱語録宛てだよとだけは書いてくださいね。どんな、お悩みでもお答えしたいと思います。一応国家資格キャリアコンサルティング技能士という、一級のですね、キャリアコンサルティング技能士という、資格ちゃんと持っているカウンセラーですので、はい。今週もですね、 Facebook、Instagram では文字の方の熱語録更新してます。今日155回目書いたかな、はい。Facebook で見ていただく方は鈴木信幸、鈴木は普通の鈴木、信は信じるという字、幸はひらがなの絵みたいな字ですね、鈴木信幸って入れていただいても結構ですし、熱語録で出てくるかもしれません。 Instagram の方はですね、Facebook の方から言っていただくとすぐにわかるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。150個以上の熱語録、皆さんにぴったりのものに出会えたら嬉しいなっていうふうに思います。ではまた来週も夜19時にお会いしましょう。地球のどこかで。この番組はタレントエージェンシーベルーフと、すべての日本人をグローバル人材に変える株式会社エストレリータの提供でお送りしました。